英国海外航空783便墜落事故は歴史上初めて発生した民間ジェット定期便の全損死亡事故である。英国海外航空のコメットマーク I1953 年5月2日、英国海外航空783便はシンガポールからロンドンに向かうフライトプランの下、コメットマーク I によって運航されていた。経由地であるインドのカルカッタのダムダム空港をデリーに、 向けて現地時間4時29分に離陸した。離陸後、高度7000フィート付近を上昇中に強い、雷雲に突入して機体が空中分解し、炎上、カルカッタの北西約3 8トルの西ベンガル地方、ジャガロゴリ近郊に墜落した。この事故で乗員6名乗客37名の合計43名全員が犠牲になった。この事故が、 商業路線に就航中のジェット旅客機としては世界初の航空事故になった。インド政府の事故調査によれば上昇中であった事故機が雷雲の中で下向きの突風であるダウンドラフトに遭遇したものと推測された。この時の高度を維持しようとしたパイロットの修正操作が課題であったため機体のエレベーターの付け根の支柱と主翼に設計限度を超える 大きな荷重が加わったとされた。まず、水平尾翼と主翼のエンジン外側部分が脱落した。さらに、主翼の部品が垂直尾翼を直撃し破損させた上に、主翼からは激しく出火して、空中分解したとされた。このように、パイロットの修正操作が課題になった原因として、コメットの操縦系統が、操打入力を油圧によって増大させる。 油圧式であったにもかかわらず、パイロットが従来の人力操舵によるレシプロ機と同様な操作をしたことが指摘された。結論として、事故原因としては悪天候が事故の主要な原因とされ、必要以上の操舵で機体を破壊したパイロットミスを誘発したとされた。一方で蒸気のような事故原因に対し、事故調査の研究者の中には、事故機の燃料タンクに落雷があり、 タンク内の気化した燃料に高圧電流が流れたため空中爆発したという説を唱えた者も,もいた。また、事故機となったコメットは後に余圧動体に対する設計において未知の欠陥があったため、巡航中に空中分解する事故があった。そのため、欠陥によって墜落した可能性も否定できないとされているが、いずれも確証を得ることができず、この時機体にあった。 構造欠陥までは判明することはなかった。ありがとうございます。